モハラム・ナビドキアは、イランエス・ファハーン出身の元同国代表の、元サッカー選手、サッカー指導者。キャリアの中で連続で負傷したことから、トップホームを取り戻すのに苦労した。イラン代表としては、U-23 時代にキャプテンを務め、A 代表では2009年12月に、代表引退するまで25試合に出場した。弟のラソル・ナビドキアもサッカー選手として、 活動している。地元のセパファン FC の下部組織でキャリアを始めた。2002から03シーズンにリーグ初優勝し、自身はまだ若手ながらリーグの最優秀選手に選ばれたことから、イラン人選手の中で最高の選手の一人と認識された。若手ながら潜在的な才能を認められ、負傷していたにもかかわらず、VFL 防フムと契約を結んだ。しかし、移籍後も、 怪我の影響から以前のホームを取り戻すことができず、2006年にセパハンへローンで戻った。2006フィーファワールドカップ後にセパハンに完全移籍し、再び契約を結んだ。その後も度重なる怪我に苦しみながらも、2009から10からは徐々にコンディション保ちリーグ優勝に貢献。以降は安定したシーズンを過ごし、リーグ3連覇に貢献した。 シリアで行われた西アジアサッカー選手権2002の期間中にイラン代表に招集され8月のヨルダン戦でデビューを果たした。また U-23 代表として同年の2002年アジア競技大会におけるサッカー競技に参加、金メダル獲得に貢献した 2006FIFA ワールドカップアジア予選でも招集された 2006FIFA ワールドカップは 当初予備メンバーだったものの、サッタールザーレが負傷したことで本大会のメンバー入りを果たした。2009年12月に代表を引退した。2011年5月にカルロス・ケイロス監督に招集されたが、いくつかの負傷と手術から代表とクラブ両方でプレーできなくなったため断った。アイサファーロングダイアグノーシス、ナビットケアせず、クイックスタディオブブランコ、S、 プロビナネルスクワット。AB ナビットキアビズフェアウェルツーイランフットボール。ISP エスエクスクルーシブインタビューイズマハロムナビットキアパートアイ、ナビットキアバックツーセパハンオンローンザレルールドアウト。ありがとうございます。